吉田さん、変化とか進化大事ですよね。で、今回はですね、値上げラッシュの2022年というテーマでお話していきたいと思うんですよ。値上げね、ガス料金、電気代、水道代値上げ、税金も上がります。そして油の値段も上がります。食品の値段、大豆上がります。ガソリン代も上がります。全部値上げです。さあ、値上げ本当に困った問題ではありますけども、でも肝心なものが値上げできてないんですよ。吉谷さん、何だと思います？これ吉谷さんならもうね、スパッと答えると思うんですけども、そう、自分自身の値上げをしてますかってことなんですよ。世の中のペースに合わせて自分も値上げできていれば全く問題ないんですよね。で、ちょっとひどい言い方になるかもしれませんけども、自分のことを値上げできない人がまあ嘆いてるとも取れるんですよね。いや、とは言ってもね、値上げの速度が速すぎて自分がいくら頑張って値上げしても追いつかないよっていうのも確かにそうなんですよ。確かにそうなんですけども、ちょっとひどい方になるというね、前置きをさせていただきながら言うなら、世の中の値上げのペースに負けないぐらい自分の内側を値上げしていけばいいんじゃないかなと。ちょっと強気な発言ですけどもね。まあ、どう言ってもね、言ってみればウージャーパージャー言ってももう抵抗できないんですから、この値上げには。まあ、せいぜいね、ツイッターでデモ起こすぐらいでしょ。何の効果もないですよ。だからやっぱり当面は自分の価値を底上げして頑張っていくしかないのかなと思うんですけどもね。もちろんこの意見になかなかね、組みできない人がいるのも分かりますけども、じゃあどうすればいいんですかってことですよね。いや、自分の値上げをするのと増税を止めるのとどっちが簡単ですか。あ、まあ確かに増税は止めないといけないと思いますよ、やっぱり。でも今日明日にはどうしようもないですから。ただ今日明日にできるのは自分の値上げなのかなと思うんですけどね。いかがでしょうか。いってらっしゃい。